イケメンが出せない。やべえもん。なんだよ、なになに、RPG でしか見たことない。なんとですね、10万円のクリスタルを買ったんですよ。前回、店の企画をやったじゃないですか。そうだね。逆に本当のやつやってみよう。マジで。今回はクリスタルに似た商品をたくさん入れてるんです。なるほど。この中で先に見つけた人がガチすんの、これあげます。マジ。こんな感じです。うわうわ、ぱっと見わからない。わからん。クリスタルだからといって白にこだわっていたらヤバいかもしれない。おお、俺白、白青な気するけど。君たちみたいなね、庶民、庶民には分からないと思うんですけど。まあまあまあ、これマジでだって視力超いいからね。あ、ダメだ、庶民だわ。目よけりゃいいやつだと思って。 2.0 だ。大庶民ですよね。大庶民じゃねえよ。そうだよ、全てドッキリさ。この中に何も入っちゃねえ。入ってるのはただの500円ぐらいのビーズだけだ。ということで皆さん、私が考えた超滑稽な爆笑を皆さんに届けるためのドッキリでございます。もし宝石があると思っていた宝箱何も入ってなかったら、とんでもねえ反応しますよね。そういうドッキリでございます。 Twitter をフォローしてくれてる方は分かると思うんですけど、ちょっと前にあのおなぶたたちと、やったコラボ動画が貼ってあると思うんですけど、それ終わった時にこれかツイートのやつっつって、メンバーたちは安心しきっていたんですよ。まだまだです。ということで、このめちゃくちゃそれっぽい箱と、祭りとかで使われてる宝石、この中に本物があるとしたらめちゃめちゃロマンあるじゃないですか。このロマンに男たちが真剣になっている様、1個目笑いどころです。からの何も入ってないと告げられた時、自分たちのこのロマンのどこにぶつければいいのかという、その反応の2点を皆さんにお楽しみいただきます。はい、ということでたくさんの宝石が入っています。あれ、これクリスタルかな、違います。これエメラルドかな、違います。これクリスタル、一個も入ってません。ということで皆さん、ドッキリの方お楽しみください。じゃあもう行きますよ。よーい、スタート。もう一斉に。一斉です。白とは限らないとか言ってて、結局白なんだよ。言葉のまやかしにね、引っかかるようなね、お前らじゃないから、バカバカ使え。これ本当あります。あるんです。見つけた。これ違います。なに、これ粉かかってる。あ、はい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 。本物のクリスタルなんで、凝ってるものなんで若干傷ついてます。しかしこれアメジストです。残念。これこれ来ました。これね、やっぱ光ってた。いいですね。これ絶対来たね。光沢が結構あります。うん、違います。あ、違うんかい。もうあと1回チャンスないですか。このビジネスチャンス逃してたまるか。光沢と着るだろ。めちゃめちゃ庶民。これですね。確かにね。おお、光り方全然違ってますね。これじゃないです。ないかい。はい、庶民。はい、庶民。あー、これ来たわ。来た。違います。うわ、めっちゃチャンスや、お前。そんな探してももう意味ないぞ。没落者とも黙れ。あ、それだそれ。じゃあこれだ。違う。最終ヒントを与えます。今回用意しているクリスタル、ルージュクリスタル、ピンクのものはもう正直偽物もあんまり用意できないんです。チャンス、これ開けた瞬間早いもん勝ちで、じゃあ一人1個取ってもらいます。レスピック、いくよ。ここに命かけて、ここに命かけて。見てるな。どうもクリスタル所持者です。クリスタル系です。さあ、緊張の鑑定です。薄ピンクが2種類あることを皆さんご存知だろうか。そうそうそう。どっちでしょうか。こっちでしょ。俺は右だと思う。俺もこっちだと思う。こっちです。ええ。みんな一緒や。こそこそこそ。ええ、マジマジ。お前ら、見えねえ。見えねえ。俺取れなかった。さあ、ということでやってまいりました。じゃあターボーさんから鑑定します。色違うじゃん。お前マジで。もうビジネスチャンス逃しましたよ。それはたつきさんから。お願いします。色はクリアします。これ違いますね。よっしゃ、お願いします。重い。あれ、透かしてんの初めてだぞこいつ。それでは結果の発表に参りましょう。のりさんの選んだアイテムは、食べるな。え、嫌なんだけど。本物ではなく偽物。庶民と庶民の釣り合いすなよ。ということで今回なんと全部おもちゃでした。頑張ったね。庶民だね。24歳
ないともあろう大人たちがおもちゃのためだけにこんなんなって君にかしはもうフィジカルまでしてこんな時間な無駄なことある。だけどね、ラブタの時にこれがツイートのやつかと言ってましたね。返事してないんですよ。なぜかというのはこのドッキリも進行していたからです。どこで買ったこれ。アマゾン。庶民じゃねえか。ということで皆さん、滑稽なこの24歳たちに笑ったら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。庶民の皆さん、チャンネル登録お願いした方がいいんじゃないですか。うるせえ。私たちの庶民的な動画に付き合っていただき誠にありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。僕たちあんな体を張って偽物を必死に探してこんな僕らですけど、チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。明らかに一番庶民なのにもかかわらず第三者にこいつは一番庶民だと心ない一言を言ってしまい、お茶会の選手もちまきくそーということで皆さん、これからも快適な庶民ライフを送ってくださいね。おい、もう腹立つから庶民的なラーメン食いに。マジか、俺も庶民だからラーメン食いに。ひたすら夢へと走り続ける、ただがむしゃらに突き進む、もう一度きりの人生を